はい、こんにちは。速稼中の久保です。今年もね、もう自民党のやりたい放題を随分報じてきたような気がしますけども、極めつけはこれですね。茂木外相です。茂木外相といえば、あの中国のね、王毅外相が来た時にシェイシェイ外交と言われているあれですけども、要するにね、茂木外相が尖閣諸島は我々の島なんだから日本軍入ってこないでよってことを言ってたわけですよ。それに対して茂木外相が何言ったかというと、いやいや、ちょっと待ってくれよ、尖閣諸島は日本の国有の財産じゃないか、領土じゃないかっていうのかと思ったら、シェイシェイっていうわけですよね。要するにもうこれでね、もう公に尖閣諸島は中国のものでございますよってことを茂木外相が認めたようなもんなんですよ。ちょっと画面を切り替えてもらってますけども、その茂木外相なんですけどもね、さらにどうしようもないことが起きています。これです。いいですか。茂木外相の政治団体1億円、使途不明って書いてますよね。これはどうでしょうか。これ茂木外相ですよ。記事の方をね、読んでみるとどういう風になってるかというとね、こうですね。ちょっと見にくくてすいません。これ、茂木外相の資金管理団体からの寄付が収入のほぼ全額の政治団体茂木なんたらかんたらで、2016年から19年使途の詳細がわからない支出が全体の約 97%、 ほとんど何に使ってるかわかんないというね、闇団体ですね。1億2000万以上になることが政治資金収支報告書で分かった。これ12月27日のことですね。共同通信が報じたということでございます。いやー、これね、なんでこれマスコミ報じないんでしょうか。というか、まあ日刊現代の3面載ってますけども、ちょっとね、これね、単なる雑誌社がこういうスクープができるわけですよ。 NHK ほどの取材能力があって取材費がたくさん払えるところが、こんな大ニュースをね、なんで放置してるんでしょうかね。総連会合は、総連合会は政治資金規正法が定める国会議員関係政治団体として届けられていないため、支出の公開基準が緩く、金銭の流れが事実上チェックできない状態になっていると。指揮者は情報公開逃れだと指摘している。まさにその通りじゃないですか。なんだ、何でもありか、自民党。おい、どうなってんだ、茂木外相。どうなってるんでしょうかね。海外への交渉窓口の茂木外相がこれだとね、日本も終わってしまうんじゃないかなと思いますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。もう、自民党こういう人ばっかりかもしれません。がっくしでございます。